皆さんこんにちは。中学生のためのプログラミング講座です。これから一緒にレスポンシブウェブデザインの勉強をしていきましょう。今回は入門編の第1回です。レスポンシブウェブデザインというのは、パソコンやスマートフォン、タブレットなど画面幅の異なる様々なデバイスそれぞれに最適な見やすいウェブサイトを作ることを言います。過去動画の HTML 入門編と CSS 入門編で基本的なウェブサイトの作り方を勉強しましたが、これはパソコンの画面に表示するためのウェブサイトで、スマートフォンでこのウェブサイトを見ようとすると文字が小さくてとても見づらいサイトになっています。そこでスマートフォンの画面でも見やすいように、ウェブサイトの内容はそのままにデザインを作り変える必要があります。具体的にはウェブサイトのデザインを整えるための CSS のファイルにスマートフォン用のコードを追加して、パソコン用とスマートフォン用の2種類のウェブサイトを作る作業になります。さらにこの中間の幅のタブレットで表示するのに最適なウェブデザインの3種類を作る場合もあります。現在のウェブサイトはスマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスで見やすく表示されることが求められていて、これをモバイルユーザビリティと言いますが、このモバイルユーザビリティは SEO 検索エンジン最適化の評価においてとても重要で、レスポンシブではないウェブサイトは検索結果の上位には表示されません。なおワードプレスで作ったウェブサイトの場合、パソコン用のウェブサイトを作ると自動的にスマートフォンやタブレットでの表示に最適化されますので、あらかじめレスポンシブウェブデザインの機能が備わっています。今回は過去動画の HTML 入門編と CSS 入門編で作ったラーメン屋さんのウェブサイトを利用してスマートフォンで見やすいレスポンシブなウェブサイトを作ってみましょう。 OS は Windows 10、 ブラウザーは Chrome を使用します。またエディターは VS Code を使用します。まだ HTML 入門編と CSS 入門編を勉強していない方は、概要欄のリンクから過去動画の再生リストを開いて、最初に HTML 入門編と CSS 入門編を勉強してください。それではまずパソコン用のウェブサイトのデータファイルを準備します。概要欄のリンクからデータファイルのダウンロードのサイトを開いて、ダウンロードをクリックして、 ZIP ファイルをデスクトップに保存して、ダウンロードが終わったら画面左下の表示をクリックして、これでデスクトップにミソ1番のデータフォルダーができました。次に VS コードを起動して、ミソ1番のフォルダーを左クリックでドラッグして VS コードの画面上にドロップすると、このようにミソ1番のフォルダーが開きました。さらにこの中でインデックス HTML のファイルを左クリックでドラッグして
画面上にドロップすると、このようにインデックス HTML のファイルが開いて、次にスタイル CSS のファイルも同様に左クリックでドラッグして画面上にドロップすると、このようにスタイル CSS のファイルが開きました。そして作業の開始のタブは閉じて、次にスタイル CSS のタブを左クリックでドラッグして画面の右に持ってくると、このように画面の右半分が白っぽくなりますので、ここでクリックを離すと、このようにインデックス HTML とスタイル CSS のファイルが並んで表示されます。2つのファイルの画面幅を調節するときは、2つの画面の境界の上にマウスオーバーすると、ポインターが両矢印の形に変わりますので、ここで左クリックでドラッグしてマウスを動かすと、このように画面幅を調節することができます。そしてエクスプローラーのアイコンをクリックすると、サイドバーが消えて編集画面が広くなります。次にデスクトップのミソ1番のフォルダーをダブルクリックして開いて、インデックス HTML のファイルをダブルクリックすると、 Chrome が起動してウェブサイトが表示されます。ここで画面上で右クリックして検証をクリックすると、デベロッパーツールが開いて、ここでウェブサイトの構造を確認することができます。デベロッパーツールの右上のドットマークのアイコンをクリックすると、ここでデベロッパーツールの配置を選択して、画面の右側、画面の左側、または別ウィンドウにデベロッパーツールを配置して、見やすい場所にデベロッパーツールを配置することができます。今回はデベロッパーツールを画面の右側に配置して作業します。デベロッパーツールの上のセレクトアイコンの右側のデバイスの切り替えのアイコンをクリックすると、これで画面表示がスマホサイズの表示に切り替わって、スマホの画面に表示されるウェブサイトを確認することができます。そして画面右側の二重線を左クリックでドラッグして左右に動かすと、画面幅を切り替えて表示を確認することができます。そして上のレスポンシブの項目をクリックすると、各種のデバイスが表示されて、これをクリックして選択すると、iPhone SE では
実際のサイズの 375×667 ピクセルのサイズでウェブサイトが表示されます。このように現在の PC 用のウェブサイトではスマホの画面では文字が小さくて見づらいので、次回からこれを修正していきましょう。今回は以上です。それではまた。